はシュレディンガースキャットっていう別のバンドをやってまして、今日チャンスがあったので飛び入りでやらせていただきます。でなおかつ、エニエと私がソルレソルラというバンドをやってまして、今度8月10日にエコダのフライングティーポットでライブやるんですけども、そこの対バンでドラムの杉本さんが、もう一人パーカッションの方とダンサーさん2人というちょっと変則的な、ユニットで出てくれるっていうこともあって、それも宣伝したいと思ってなんかちょっとこうやらせてもらうことになりました。じゃあよろしくお願いします。Yeah!
ました。